司法書士の重森です。大阪市内出張無料で天王寺で司法書士をやっております。もし相続人の中に脳梗塞で倒れた人とか認知症で病院に入っている人などが相続人となる場合、どうするかご存知ですか？遺産分割協議というのはあくまで相続人全員でしなければいけません。ですので脳梗塞で倒れている人とか認知症で入院している人がいる場合には、その人も含めて遺産分割協議をしなければいけません。しかしそのような方は判断能力がないため、ご自身でどうするかを決めれません。その時にはその人に代わる後見人を代理人として立てることによって遺産分割協議をすることができます。しかしその遺産分割協議を後見人を交えてする場合には、その後見人が代理人になっている、その脳梗塞で倒れた人とか認知症の人とかの相続分をゼロとかにするような遺産分割協議はできません。最低でもその人が法律で定められた持ち分の財産は受け取れるような形で遺産分割協議を行うことになります。詳しいことは当事務所までご相談ください。司法書士の重森でした。